兵器解説専門チャンネル、弾丸デスマーチへようこそ。現在では、空母の保有について世界で様々な議論がなされており、空母はただの的でしかない。空母の維持に莫大なコストがかかるので非効率、ミサイル全盛の時代にすでに時代遅れ。いやいや、大体滑走路として貴重な存在だ。などなど、その国の事情によっても空母の保有には賛否があります。今回は、各国が運用する空母の防空能力の違いを見ることで、その国のドクトリンの違いについても妄想を膨らませながらご視聴いただければと思います。アメリカのジェラルド・アール・フォード級は、対空ミサイルとして、発展型シースパロー、ESSM、の、8連装発射機のマーク29を、艦の前後の対角線上に1機ずつ搭載しています。ESSM は、本艦に搭載される防空兵器としては最も射程が長く、40キロ程度となっています。この他に、ミサイル型のシウスである、ラム、ローリングエアフレームミサイルを、これまた艦前後の対角線に1機ずつ配置しています。ラムは、21連装の発射機から構成され、射程は10キロ程度となっており、攻術するファランクスと ESSM の中間の射程を持ちます。最後にファランクスですが、まあ言わずと知れた機関砲型のシウスです。本艦ではこのファランクスを、全周囲に対応可能な配置で3機搭載しています。ファランクスは高度な追尾システムによって、自分で撃った銃弾を自らレーダーで追尾して、目標とのズレを修正しながら、完全に撃ち落とすまで発砲し続ける優れものです。とはいえ、射程は2キロ程度と短く、発射速度は毎分4500発となっており、装弾数が1500発ほどしかないので、20秒で全弾を撃ち尽くすため、ファランクスが動作することがあれば、かなりピンチの状態ですね。ということで本艦は、空の脅威に対してまずは ESSM で対処し、そのうちモラシオラムで迎撃、最後の砦としてファランクス、という三段構えの強力な防空体制をとっています。まあアメリカの空母は、アメリカの強さの象徴であり、その存在自体が抑止力であるため、万が一にも沈むことなど許されないわけですね。ロシアのアドミラル・クズネツォフは、重航空巡洋艦の呼び名に恥じぬ防御力、攻撃力を有しており、射程約12キロの固艦防空ミサイル、キンジャールを搭載した VLS を、129セルも装備。また、機関砲と近距離ミサイルの複合型シウスとして、コールチクを8機も搭載しています。コールチクは、ミサイルと機関砲を組み合わせた複合型シウスとしては世界初で、ミサイルの射程は12キロ程度、到達高度は6000メートル程度、機関砲の射程は4キロ以下となっています。その他に、機関砲型のシウスである AK630 を6機搭載。AK630 は、実は欧米よりも先行してシウスとしてロシア、ソ連、が実用化したもので、発射速度は毎分5000発、射程が約4キロとなっています。ちなみにこの AK630 ですが、ガトリング砲を上下2段に搭載したものも存在し、AK630、M2 デュエット、と呼ばれており、基本性能は AK630 と変わらずですが、単純に2倍撃てる、という代物です。ちょっとロマン。中国の山東は、自衛兵器として、機関砲型とミサイル型のシウスを搭載しています。機関砲型の1130型は、オランダのゴールキーパーのコピー品とも揶揄される730型シウスを元にして、7方針から11方針に大型化したシウスで、730型の発射速度が毎分5800発、射程3キロだったのに対して、本型は発射速度が毎分1万発、射程は約 3.5 キロと、性能を向上させています。次にミサイル型のシウス、HH90、ですが、これは中国が開発したミサイル型のシウスで、固艦防空ミサイルと1130型シウスの中間的な射程を有し、これらを補完することを目的に開発されました。開発にあたっては、米国のローリングエアフレームミサイル、ラムがモデルとされており、外観上も酷似しています。この HH90 は、
ミサイルの搭載数が異なる複数のバージョンが存在していますが、3等には、18発を搭載できるタイプの発射機が、3機もしくは4機搭載されるようです。少なくても2021年7月時点では、3機の HH90 を搭載しているようです。イギリスのクイーン・エリザベスは、防空兵器としてのミサイルは搭載しておらず、主な防御はファランクスを3機のみで担うことになりますが、それに加えて、DS-30M Mk2 という防御システムも搭載しています。これは、30mm の機関砲、ブッシュマスター2を使用した防御システムで、対空目標も攻撃可能とされますが、その精度は不明。基本的には対水上目標に対して使用し、ミサイルなどの迎撃については、限定的な能力にとどまるのではないかと思います。ということで、本級は機関砲の防御は厚いものの、射程の長い防空ミサイルを持たないため、敵ミサイルが数キロ以内に入らないと迎撃できず、そこで撃ち漏らしたら終わり。空母などの大型艦は、普通は射程の異なる複数の迎撃手段を持つものですが、まあ基本的には護衛の艦艇に守ってもらうので、その辺は割り切ったんでしょうね。ちなみに、前述した防御システム、DS-30M Mk2 は、現時点で搭載されていない、との情報もあります。本システムを構成する 30mm 機関砲ブッシュマスター2自体は搭載しているものの防空能力が付与されていないタイプではないかという話です。真偽は不明ですが、もしそうだとすると防御力の低さはちょっと心配。フランスのシャルル・ド・ゴールは主砲やシウスなどを搭載しておらず、防空兵器はいずれもミサイル化されており、射程30キロの股間防空ミサイル、アスター15、を、右舷前方と左舷後方の VLS に、それぞれ16セルずつ配置しています。さらに、射程6キロのフランスの股間防空ミサイル、ミストラル、の6連装タイプの、サドラル発射機を艦の両舷に配置しており、計12発を装備します。またこの他にも、水上目標に対処するため、20mm 機関砲も設置されているようです。ということで、いつも独自の道を行くフランスは、股間防空ミサイルと近接防空ミサイルの二段構えというスタイルです。イタリアのカブールの兵器は、全級の空母、ジュゼッペ・ガリバルディの重装備を受け継ぎ、比較的高い股間防御能力を持つとされます。主砲にオートメラーラ 76mm スーパーラピッド砲を、艦首側に1機と、右舷艦尾側に1機の計2機を搭載しています。防空ミサイルとしては、シャルル・ド・ゴールと同様にアスター15を装備し、アイランド前方の右舷側の張り出し部と、左舷艦尾側に設置された、32セルの VLS から発射されます。また、その他にも3機の 25mm 機関砲を備えています。このように、イタリアの空母は前級のジュゼッペ・ガリバルディから割と重武装ですが、地政学的に周りに敵も少なく、空母の運用は NATO や海外派遣での使用が中心となるため、空母単艦でそこまでの武装はいらない気がしますが、イタリア海軍では、空母護衛可能な艦艇をそんなにたくさんは持っていないので、いざという時は、自分の身は自分で守れよ、ということかな。インドのビクラントは、現在運用試験中なので、防空兵器に関する情報は未だにはっきりとしておらず、76mm の主砲を4門もしくは2門を搭載、防空ミサイルとしては、股間防空用で射程10キロ程度の、バラクオ VLS に32セル、または、艦隊防空も担える射程70キロのバラク8を64セル搭載するかも、など、最終的にどうなるのかはっきりしていません。ただ、海上行使において、ロシアのシウス、AK-630 を搭載している姿が確認されているので、これらを艦の四隅に配置するのはほぼ間違いないと思われます。もし主砲を4機、防空ミサイルを64セル、というフル装備になった場合、かなり重武装な空母となります。インドの空母においては、ロシアの兵器ドクトリンを色濃く反映しており、対中国の視点からも、強力な防空力を持たせたいのかな。
タイの着離なるエベトは、シャルル・ド・ゴールと同様の股間防空ミサイル、ミストラル、の、6連装タイプのサドラル発射機を、右舷に2機、左舷に1機の、計18発を搭載します。他にも複数の機関砲を搭載するものの、まともな防空兵器はこのミストラルのみで、単艦での防御力は貧弱なものになっています。まあ現在ではこの空母に搭載できる戦闘機も保有しておらず、災害派遣の任務以外では、港に留め置かれることが多いので、もはや防空力は無用でしょう。はい、とこのように、現代の空母や揚陸艦などの大型艦は、ミサイル型と機関砲型のシウスを、5機6機と搭載するのが普通になっています。クズネツォフは重武装すぎるのでちょっと例外ね。このように、空母にどこまでの防空力を持たせるかは、その国の置かれた状況や、兵器運用思想によっても変わります。なんならロシアのクズネツォフなんて、対空ミサイルどころか対艦ミサイルや、対潜水艦の兵器すら搭載しているので、重航空巡洋艦の名の通り、攻撃型空母、と言ってもいいかもしれません。まあクズネツォフは、大金はたいて大改修を受けており、ロシアに一隻しかない虎の子の空母なので、無茶な使い方はしないでしょうが、今回のウクライナ侵攻などに際して、相手国の沿岸まで出向くだけで、欧米はさらに手を出しにくくなりそう。それではこれで、世界の空母、パート3、は終了です。次回は各空母の調達数や価格について見ていきます。まあ次も見てやるか、という方は、いいね。チャンネル登録、ベルマーク、のポチをお願いします。